アレクサンダー・デビット・キリロフは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のミネソタツインズ所属。メディアによっては、キリーフと表記されることもある。2016年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズで、プロデビュー。 55試合に出場して打率。306、7本類打33打点の成績を残し、リーグの MVP を受賞した。2017年3月9日、左肘のトミー・ジョン手術を受け、2017年シーズンは全球となる。2018年は、A 級シーダー・ラピッツ・カーネルズと A 級フォート・マイヤーズ・ミラクルでプレイし、 2球団合計で130試合に出場して打率、348、20本塁打、101打点、4盗塁を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。2019年は、AQ ペンサコーラブルーワフーズでプレーし、94試合に出場して打率、283、9本塁打。 43打点、7盗塁を記録した。2020年9月29日にメジャーに昇格し、ポストシーズンのロースターに名を連ねた。翌日のワイルドカードラウンド第2戦のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。6番、右翼手で先発出場して1安打を記録したが、チームは破れシリーズ敗退となった。2021年の開幕はマイナーで迎えたが、4月14日に、 メジャー昇格し、同日のボストンレッドソックスとのダブルヘッダー第1試合でメジャー公式戦初出場を果たした。クリスチャン・イエリッチと比較される流麗なスイングで広角にカイダを飛ばす。ありがとうございます。